はい、どうも、メンヘラおじさんです。仕事終わって帰ってきました。で、とんかつについて1個動画上げてから1回寝て、そっからまた動画撮ろうと思ってます。明日調子が良ければ会社行きますけど、まあ一応、有給申請出してきたんで、一応休むとして、で、まあいろいろ動画上げていければなと思っております。で、まあ、たけしさんからですね、最近結構、言うたらこの前のライブ配信以降、言うたら真剣なご相談をいただいてまして、で、それについてのですね、回答動画となってございます。で、まあ、なんだろう、まあ結構忙しいっていう婚活の人多いですよねという話で、まあ、それに同感ですと。そういう人に限って、まあ、大して忙しくなかったりしますね、っていう感想と、質問があるんですけども、ちょっと、長いので、別に悪口言ってるわけじゃないですよ。長いんで、端折らせてもらいますね。で、まあ、月会費と、言うたら、性婚料を取るっていう結婚相談所って、どうなんだというところでございますと。で、それってなんか言うたら、結構曖昧なコンサル用だし、言うたらまあ、生鮮食品を販売してるわけじゃないから、その、なんていうんですかね、在庫もないし、無在庫だし、なかなか、そんな取る必要ほんまにあんのというところで、まあ言うたら、すと。いうところです。本当に、なんですかね。まあ、別にケチりたいとかってわけじゃないけども、やるからにはちゃんと成婚させてくれるんであれば、成婚料全然払うけども、なんていうんですかね、召喚集的にそういうのってどうなんっていうところをですね、言われてございます。で、おじさん的にも、召喚集だから仕方がないよねっていうところもあるんだろうけれども、個人的にはちょっと高いと思ってます。やってもらうサービスが、まあ結構しょぼいというか、まあもちろん不動産会社みたいな形でですね、一応言うたら大きい IBJ とか大きい団体があって、そこでなんか個別の結婚相談所がフランチャイズで乗っかってきてるので、まあもちろん営利目的でやってるというのはあるんですけれども、それにしてはアフターサービスとかが全然ないなっていうのが正直なところですね。で、今は言うたら結婚相談所とは別に、マッチングアプリとかも結構できてきてるので、そこの差別化がほんまにできてるのか、ほんまに丁寧にサービスしてるのかというところで、その値段ははだはだ疑問でございますというふうに思ってます。で、まあ、そうですね。まあ、僕の知り合いというか、まあ、ちょっと飲んだことある人でも、結婚相談所やろうかなっていう人もいはったんですよ。だから、まあ、やっぱり初期費用が安いので、結構誰でも参入できると。で、週末の副業とかでも、言うたら、やらはったらどうですかみたいな感じで、結構ちょこちょこ、言うたら、レンタルオフィスとかでやってる方もいるというのは聞いてます。というところですね。だからそういう副業レベルで、ちょっと面白そうやし、やってみようかな、の人の方が、あんまり利益を追い求めてないような気もしますけれどもね。というのは、まあ本業が別にあって、まあ、言うたら自分たちにクレームが来ないレベルで、言うたらまあ、お手伝いができればっていうような、まあ、儲けようっていうのはあると思うんですけども、本業の人っていうのは、それで飯を食わないといけないんで、まあ仮に月1万で、まあ、成婚料20万だとした場合にですね、月1万って言ったら、まあ、言うたら年12万ですよね。ってなると、少なくとも50人ぐらい会員さんいないと、一人で、言うたら回すのって難しいと思うんですね。売上が600万で、一応レンタルオフィスと、言うたら、協会に対しても会費払わないといけないんで、システム代っていう形でね。それでやったら、まあ、言うたら300万から400万ぐらい、になると思うんです。200万ぐらい、差っ引かれて。で、まあ、自分の生活もあるし、まあ、多分女性の派遣社員に比べれば、50人ぐらい会員を持っていればね、まあ、言うたら、派遣社員よりかは、まあ、自営業でやってる方が、なんぼかうまくいくとは思うんですけども、言うたら、まあ、ちょっと給料も高いし、言うたら自由が利くしと、いうところになると思うんですけども、まあ、それぐらいの旨味がなかったら、やっぱやってけへんなっていうところはあるんでしょうねと。で、まあ、言うたら、成婚したら、まあ、ボーナスみたいな形でもらって、だいたいざっくり800万ぐらい売り上げ立ててと。いうようなところで、まあ、言うたら、生計を立てるという、フランチャイズ的な意味もあって、そういう形にしてるんじゃないかなと思ってます。自分たちから、なんか、言うたら、料金を下げるってことってなかなかしないと思うんですよね。それすると、言うたら、A っていう会社が、
下げると B っていう会社はなんやねんっていう形でやっぱり言うてきたりもしはんでしょうし、で同じ、プラットフォームを使ってるところからしたら、あ、いや言うたらそっちが下げられたらこっちも下げなあかんじゃないですか、困りますやんっていう話になるので、ざっくりとした相場みたいなのが決まってると。それ不動産会社も多分一緒ですよね。不動産会社の場合はまあ法律で決まってるんですけども、あそこもなんか結構こう言うたらグレーなところでございまして、言うたら上限が言うたら 3% プラス6万円っていう話なんで、別にそこから低くしてもいいんですよと。ただやっぱそうなってるんで、そうですよねっていう形にしてるというのが一つと、大きいプラットフォームはあるけども実態は個人事業主が看板かけてですね、その看板代を言うたらフランチャイズのところに上げてっていうような形でやってるので、なんていうんですかね、まあだからそういうところはまだまだ言うたら変わっていかんとあかんねやろうなとは思ってますけれども、なかなかそこはなたを突っ込むような人はいないんでしょうねというところです。まあ本当に、なんていうんですかね、革新的なマッチングサービス、マッチングサービスなのかな、わからないですけども、まあそういうのがなくなる、あればですね、また変わってくるかもしれないですけども、まあ難しいなと思って、難しいと思う理由にはまあ言うたら結婚相談所もそうなんですけど、婚活パーティーで女性タダで行けるじゃないですか、あれやめた方がいいと思うんですよね。あれが言うたら、女性の言うたらその態度が舐めた態度になっているというか、男性を言うたら品定めするような態度になっているというふうに思いますし、実際にそれで、うまくいってるかと言われたら、今パートナーエージェントもね、だいぶ赤字になっててちょっとやばいんですよねっていうところで、なんかまあそういうサービスとかも、まあどうなんでしょうね。まあ言ったら結婚させるというわけじゃなくて、ただただ出会いの場を作ってですね、やってるだけなので、成婚率が上がるかって言われたら別にそうでもないですし、というところだと思うんですね。だからそういう、言うたらまあ、なんていうんですかね。まあもちろん、結婚相談所のその月会費プラス、成婚料っていうので、飯を食わないといけないというところがあるので、言うたら本業でやってる方々は、まあそれは、召喚集だし、私たちも食わないといけないんで、それは仕方ないですよねっていうふうになるんですけども、まあ、おじさんとか、言うたらもう長いこと冷や飯食ってるような、おじさんずからしたらですね、やっぱりまあ、それってどうなんと、しかも、コンタクト会ってみたらなんか全然タイプじゃないし、なんかすげえ上から目線やしとか、いうのがあったりとかして、ね、ちゃんとサービスしてんのかというのは、まあ、すごいわかります。で、まあ、そういうサービスやのにもかかわらず、男性側は一方的に、飯代出して、結婚式代出してっていうような形でなってくるので、まあもちろんケースバイケースですよ。だけど、まあ、総じて、その、言うたら、まあ、振られるんじゃないですけど、まあ、結婚するまではですね、いろいろなんか、あれしてこれしてっていうのをやるのが普通だよ、みたいなこともやっぱり言うてきますし、それは普通じゃないんですけどね、もう今は、というところで、なんかやっぱズレを感じるというところは、たけしさんの文章からも見て取れましたし、それって、言うたら、まあ、おじさんたちが、言うたら変わっていかないといけないんじゃないのっていうところもありますけども、まあ、それは、まあ、言うたら、まあ、それも あるっていうことは分かった上でですね、まあ、女性側も、言うたら、今は、男性余りっていうわけでもなくてですね、むしろ女性余りの時代で、で、結婚相談所に来る、言うたら男の人っていうのは年収制限っていうのがあって、言うたら大体上位の年収で言うと、未婚男性の年収上位の 25% 以上の方しか今入会できないんだよということを自覚した上でですね、言うたらまあ、あなた方が求めている年収っていう、その、言うたら、なんていうんですかね、関門をくぐり抜けた人たちしか来てないんだよと。その中で、選んであげるというんじゃなくて、選んでもらうっていう意識がもっと必要なんじゃないかなというふうに思って、ございます。っていう感じですかね。まあ、何のこっちゃかっていう話ですけど、話変わってきましたけども。まあ、言うたら婚活業者からしたら、まあ、そういう召喚集だから仕方ないじゃんっていう話ですけども、もう払ってる身からしたら、その、言うたら何十年かで、こう、男性女性のその比率も変わってきたし、言うたらまあ価値観も変わってきた。で、男性側からしたら、その結婚するメリットっていうのが、どん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 なくなってきてると言った中で、その女性サイドは、なんか前と同じような感じで、やっていこうとしてると。いうところが、やっぱズレを起こしてるんじゃないかなと思ってるところでございます。で、なんか、今パートナーエージェントのサイトとか見てたんですけども、女性磨きというか女子力を上げましょうって言ってるんですけども、
言うたら、まあ、申し訳ないけども、30代、40代の方の女子力上げられるよりも、すっぴんの綺麗な20代の方を選ぶと思うんですよ。で、20代の方も、言うたら、まあ、不景気なので、もう早めに結婚してしまって、言うたら、まあ、別に専業主婦とまではいかんけども、まあ、言ったら、自分よりも年収の高い旦那ゲットしようっていう形で、黒船として来てるんで、そんな中では、まあ、20代の方には多分立ち打ちできないと思うんですよね。で、金銭感覚も20代の人の方が、正直なところ、安いものでも全然喜んでくれるし、中古品にも全然、抵抗もないしというところで、メリットが結構あるんですよ。であれば、同年代の方と付き合うメリットって、多分許容してくれるとか、自分のダメなところを許容してくれるであるとか、理解してくれるとか、あるいは男を立ててくれるとか、そういうところだと思うんですよね。どんだけこう、言うたらまあ、女子力を上げられても、それは、女子たちの中で喜ぶもんであって、多分男性はそんなに喜ばないものだったりもすると思うんですよ。肌の綺麗とかっていうのはもう年には勝てないんで、それやったらもうその勝負でやったらもう若い子に行きますわっていう話になりますし、どちらかというと、そういうところもまあ、まあもちろんその、見るに耐えないとかっていうのはもう、問題外ですけれども、まあ、そうでなければ多分その人のことを本当に好きでいてくれるとか、そういうところの方が僕は大事だと思うんですけどもね、というところでございます。さっきまあツイッターのコメントの方にもなんかもう全然なんかもうむちゃくちゃな女性がたくさんいるなみたいな、 YouTube で見てたらみたいな声が聞こえてたんですけど、僕も本当にそう思ってて、なんかどちらかというと自分みたいな言うたらモテへんけども、まあ、ちょっと金稼いできたっていうような人に対してですね、多少なりとも言うたら好きの気持ちをですね、くれる方が僕は100倍嬉しいですし、そういう好きの気持ちを、なんですかね、まあ、言葉とか態度で示してくれたら、本当にまあ結婚したいなと思えるんじゃないかなと思います。それぐらいね、男性のその結婚スイッチっていうか、まあ言ったら火がつくスイッチっていうのは全然もう、しけってしまってるので、そこは、なんていうんですかね、認識してもらって、アプローチされたりとかですね、婚活した方がいいんじゃないかなというふうには思ってございます。というところで、まあ、結婚相談所ってちょっと今おかしいよねという話ですね。月会費と成婚料をもらってやってる割には大したサービスしないよねっていう話と、言うたら今の時代男性余り女性、男性は余りじゃなくて女性余りなので、女性の方もそういう言うたら結婚相談所っていうところの、審査を通った男性に対して、品定めをするっていうような感じで来るんじゃなくてですね、まあ特にまあ30代40代の女性に対して言うんですけども、そういうのではなくて、相手さんをまあ許容してあげようとか好きになる努力をしてみようとかっていうようなところで、言うたらやっていかないと、今の、ところであぐらをかいていると20代の女性がどん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 アプローチしに来る、ような状態になってきますよと。で、20代の女性っていうのはもう不景気をずっと知っているような女性たちなので、言うたらまあ金銭感覚が言うたら低いですと。低いというか安いところの金銭感覚になっているのと、言うたらまあリサイクルとかリユースとかっていうのにも全然抵抗なくいけるので、そういった意味で生活コストも安いですよっていうところのメリットがあるので、そこに言うたら混戦状態で行くとすごいしんどくなるので、そこはやっぱ差別化するために品定めをするっていうようなスタンスじゃなくて、好きだという気持ちをですね、きちんと出した方がいいんじゃないかなと思います。それが20代の女性はなかなかそういうのを出しにくいというか、男性の方が20代の女性を好きになるという感じになると思うので、なんですかね、自然に生まれるんですけども、多分同年代の女性に対してはそこまで火がつかないと思うんですよね。というところで、そういったところが大事になってくるんじゃないかなと思ってますというところで動画1本終わります。